2016年3月、四条美佐子の秘密が全世界に公開された。これですね、まずこれ玄関とは思えないですね、まずね。どうなってんの、マジで。やばやば、これ本当に。ちょっと待って、全然部屋入れねえ。うわー、やべえ、マジで。はい、120円ゲット、おめでとう。貯金し、この小部屋さんの貯金する意思がある。寝室はですね、まあ、ベッドがここにもう一個あったんだよ。かかった時間は5時間、出てきたお金29,610円。そして2016年12月、実は朝5時に持ってきてるんですけど、ラボガチャンネル1周年でその部屋がほぼお部屋に戻っていたことが公開された。そして2019年、突如救世主が現れた。夏のイベントがしたい。突然来た連絡が美佐子の運命を変えた。それがエンタメだという彼女たち。動画と写真を見てもらった結果、深さについての質問が来た。初めてだった。そして夏のエンタメが開催された。2019年9月、完全にお部屋に戻っていた美佐子の部屋。彼女たちは一体どうやってこの部屋を片付けるというのか。さて、夏のエンタメがスタートいたしました。実況は四条美佐子でお伝えいたします。今回突如始まった夏のエンタメ、果たしてこれをきれいにしてエンタメと言えるのかどうか、それは彼女たちしか知りません。大変汚いこの部屋、大事なものとゴミがごちゃ混ぜです。この二人がどんどん片付ける一方、四条さんは突然着替え出しました。すでに4時間が経過、すっかり床が見えるようになっています。そしてアイスを食らっている様子。時計の回る速度が大変おかしいですが、今回は80倍速でお届けしております。じゃないと終わりません。さあ、美佐子さんが思い出に浸っております。思い出に浸っている時間ほど無駄なことはありませんね。そしてどんどん領収書やら封筒などを仕分けし始めました。どうやらここまで来れば物を捨てるモードになっているようです。さらに友人から出てきたのはメジャーです。部屋の長さ、幅などを測っているようです。そしてなんと収納の買い出しへ出かけてしまいました。カメラを止めるということを忘れたのでしょうか。そして戻ってきました2時間後です。夕食と買い出しを終えて深夜に戻ってまいりました。ここから何を始めるかというと、なんとカラーボックスを組み立てています。ドンキホーテを3軒回っております。3軒回ってカラーボックス同じ形を5個購入いたしました。しかし1人で組み立ててもしょうがないので、3人で同時に組み立てようとドライバーを3本買ってきておりますが、なんと奥の方が完全に放置しております。放置もそのはず、美佐子が8年間も全く手つかずだったキッチンの掃除をしてくれているのです。これは感謝ですね。そして美佐子ともう一人の友人がひたすら組み立てていきます。カラーボックスを組み立てる、なんと時刻は深夜2時を回っているので、他に迷惑にならないように静かに行動してまいります。さて、どうやらカラーボックスが組み立て終わりました。あとはそれぞれルールに沿って荷物を入れていくだけといった状態でございます。それぞれの色によって何を入れるか、すでにルールが決まっているようです。彼女たち曰く、この家に必要だったのはルール、美佐子に必要だったのはルールだと言っていました。ルールがないのでそれぞれバラバラになっていくと、彼女たちはルールを作っていってくれました。そのおかげで美佐子も完全にモードが変わっておりますね。どんどん捨てるモードになっております。素晴らしい。さて、時計がどうやら10時を指しているようですが、なんと時計が狂っていたことに気づかなかったようでございます。さあ、ここまで来るともう完全に床が見えています。あとは完全に掃除のみ。これが掃除です。
出てきたゴミ袋は20袋を超え、所要時間は17時間。素敵になったこの部屋、テレビの時間が午前5時22分を指しております。発掘金額なんと11,714円、過去クオカード図書カードを含むでございます。ところで寝室は一体どうなったのでしょうか。変わって季節は12月、再び LINE が動きました。ゴミ袋、健康な体が必要だと美佐子が言っていますが、ベッドの下に蜘蛛の巣はやばいです。そして時間が限られているこの日、果たしてどこまで掃除ができるのでしょうか。さあ、冬のエンタメスタートです。午前10時半、冬のエンタメがスタートいたしました。美佐子の部屋は寝室とリビングが別でございます。寝室の掃除がはるかにひどい。そして綺麗だった隣の部屋に、もうすでに寝室から攻め込んできたゴミと服が散乱しています。しかし美佐子はその服を捨てるか残すか、その判断を迫られているという状況です。さあ、隣の部屋どん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 片付いてまいります。服、ゴミ、その他もろもろ、それを判断するのは最終的には家主の美佐子といった状況です。なので服をひたすらどん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 詰めていき、それを美佐子が隣の部屋で仕分けるといった流れになっております。途中で嵐の10周年の DVD を見て癒された3人、作業がはかどりますね。さて、そんな時まさかの事態が起きます。ここからは現場音声でどうぞ。この箱なんだよと思って、使ってないのかと思って開けたら万札入ってるし。嘘じゃねえよ。うわ、え、1万。え、もうでもなくない？はい、2枚目。やったー。待って、1万だけ入ってるっておかしくない？これさ、意思ないよね。絶対ないよ。これ意思ないよね。これはだいぶでかいぞ。分け合えるよ、しかも。やったー。あの箱に入れて、あの箱に入れといて。やったー。さあ、ということでまさかの寝室からピン札2枚が出てきました。全く予想だにしておらず、この金額想像以上です。もちろん美佐子の家のルールでは完全に拾ったお金はその人のものということで、この2枚は彼女たちのものになります。さあ、あの服とゴミで埋められていた寝室が完全に姿を取り戻しました。しかしベッドのマットレスがボロボロだったということです。ここで廃棄が大決定、買いに行かなくてはいけません。さらに服が大量なので、洗濯機、手洗い、クリーニングに仕分けをして、どうやらクリーニングに持ち込むようです。さあ、この時点で時間は午後8時過ぎ。果たして間に合うのでしょうか。この後美佐子は生放送が控えているという状態です。さあ、コインランドリーを3台稼働させましたが、なんと終わらなかったので放送終了を待って続けることに。なんと所要時間は19時間。寝室も元の姿になりました。そして出てきた金額、なんとピン札の2万が光っています。ですが、さらにコートのポケットなどからも出てきて、合計は35,668円。さて、部屋は片付きましたが、このゴミをすべてゴミの日に出すか、ゴミ処理場に持ち込まなければいけません。ゴミ出しの日の美佐子さんを見てみましょう。おはようございます。メリークリスマスです。ゴミを捨てます。完全に寝ぼけていますが、なんとかこの日に出さなければ、もう年内この部屋がきれいになることはありません。必死にゴミを搬出していきます。捨てます。さよなら美佐子の服たち、バイバイ。無事すべてのゴミの廃棄に成功。数年ぶりに美佐子の部屋は元の姿を取り戻したのでした。美佐子の部屋、カムバック。さらに衝撃的だったのは、2016年から発掘された金額の合計、なんと76,992円。こんなお金が
この部屋に眠っていたんですね。家主の美佐子もびっくりです。というわけでお届けしてまいりました美佐子の部屋の大掃除、いかがでしたでしょうか。こんな形で喋っておりますが感無量です。そして2016年から始まったにもかかわらず、ようやく快適な暮らしをしています。関わってくださった皆さん本当にありがとうございました。今美佐子は幸せです。空気が美味しいです。床が見えます。何にもつまずきません。これが部屋なんですね。本当にありがとうございました。ということで2019年、なんとか綺麗な部屋を取り戻しましたので、2020年の私の目標は綺麗に生きることです。絶対にこの部屋をキープして綺麗に生きていきたいと思います。ということで美佐子の部屋の大掃除編完結のはずです。それではまた来年もこのチャンネルよろしくお願いいたします。現場の実況は四条美佐子でした。バイバイ。